よしやー、とうとうバグ修正来たぞー。おやっと修正入ったか。もちろん、これであたいのストレスも永遠におさらばだ。すぎなんだよな。ディソーレー、カチュー相手に撃つでバーストは痛すぎるぜ。いくん、それならこっちもバーストすればいいだけだぞ。みんなそれしたってできてないんだよ。うわやったぜ。あ、ホーク、はぁ、こっちのミスなら向こうもミスを誘う戦法だぞ。ここまで行くと試合そのも梅原が捕まえて神まだ近づいたー。やばい、最高。急に勝てるんじゃねえ。次のやつはこいつか。まあ普通にあれば勝てると思うけどな。けど変に反省強くて値の剣はへし折られてしまうぞ。爪楊枝だから仕方ない。そのようなことがあろうはずがございません。空中ぐるぐるはちょっと強くなったぞ。やってらんねえな。これは風船マンは最初が一番決まりやすいからな。プリンは締めのシャトルで眠るカウンターするイメージあるけど、あれはまあ剣だけ当たるように調整すると。だけメテオはダメージが足りなかったぜ。まあこいつはウェイウェイすれば問題ないからな。キックを連続で食らうと、いやあ、くっそ、お前だけデブを生かすのずるいぞ。クルールのハラーアーマーまた強くなったからな。あたいにもよこせ。お前の仮面つぶわれるから無理だぜ。っていうか普通に押されてるな。こいつあたいの行動を先読みしてくるぞ。多段ジャンプキャラのクセ強気に酔いでるんだろうな。やったぜ。あたい最強。ほんとそれできたら強いよな。このデブが大きさとか重さでかなりありやすいぞ。同じ巨体でもドンキーは地味にありにくいとか。そうだぜ。あいつ吹っ飛び加減が絶妙でなかなか当たらないんだ。はずれ。やあす。おせおせムードでいい流れ来てると思うが。はずれても攻め続けるあたい。惜しい。間一髪で崖に逃げられたぜ。畜生運のいいやつね。あのキックからウェイウェイであたいの勝利は決定していたんだぞ。さてこっちもダメージが頃合いでどう転ぶか。やあす。余裕で裁かれてて笑う。畜生を剣にしてくるんじゃない。おチャンスだぜ。崖狩り値。これは仕方ない。クッソ合わせて 40% ぐらい与えるつもりだったぞ。その火力も十分おかしいんだよな。けど最近警戒する相手が増えたぞ。いい加減にしろ。当たり前だろ。で体重差考えたらほとんど5分だぜ。まだまだ無限の可能性があるぞ。やばい最強。やっぱこれだな。スワボタのひげおやじ、お前はもっとまともな呼び方ができんのか。こいつ規制を上げながら暴れ狂うから嫌いだぞ。そんな言葉どこで覚えたんだよ。ここはぐるぐる一発当てて様子見するぜ。崖の読み合いだぜ。うわわわわわ、えぶえぶえぶ、へへーん、やっぱあたいの剣さばきは最強だぞ。弱一発で 35% 稼いでんじゃねえ。あたいの努力の結晶だぞ。お前も努力じゃねえだろ。もう一回だけ待ち、あたいジャンプを買っていくと、くっそ上から帰るんじゃない。あの距離だったらまあ上下の読み合いになるよな。一回ぐらい許してやるぞ。あぶねえ。やったぜ。今のアプデ前ならほぼ間違いなくすっぽ抜けてたよな。いちいちシャトルガチャを必要がなくなったぞ。あかん、終わってない。割といい勝負になってるぜ。こいつと相打ちになってる場合じゃないぞ。確かに威力と体重の差で断然こっちが不利だからな。てくっそ、今のマントでただろ。いい加減にしろ。あいつは絶対に許さないからな。っていうか前もポンプに流されてなかったか。お前知らんな。あたいに飛び道具は効かないし復帰阻止もしてやるぞ。確かに有利だと思うぜ。けど本当に上手い人はシフト程度がやべえからな。そういえば一回無視でバリバリ撃ち落とされたこともあったな。録画はしてないけどあれはお相手が上手すぎた。あぶねえ。あの急降下キックコンボまで繋がるからな。だが隙もあるぞ。もう一発だぜ。シャキッと、ありがとうございます。セフーン横回避をした時点で命は決まっていたぞ。それが一番狩りやすいからな。っていうかリスターはあれぐらいで致命傷なのが痛いぜ。あたいの妄想はまだ止まらないぞ。ダウン連して。くっそー、まあそこやられたら必死に回避するよな。今のはキックが正解だったか。あかん。あぶねえ。あぶねえ。2発に回避間に合ってねえよ。そのまま当てに来るとは思わなかったぞ。そろそろ空母先端とか怪しいぜ。こいつもグダる時は相当グダるから粘りたいな。読み合い。
割と惜しかったな。畜生を完璧なキャッチ狩りを見せるところだったのに。危ねえ。泥水はギリギリ抜け出して復帰措置与え外れ。グッズを待ってきたか。直でワイヤーピッチと必ず引っかかってたかもだが、まあこれぐらいで許し。反撃狙ってくるな。中ダメージだとほぼほぼ反撃確定なの。笑う。ウェイウェイ入らないから AA するとこっちが死ぬんだぞ。いい加減にしろ。ちょいちょい思いが文句言ってるやつな。よーし、これはチャンス。一発入れるんだぜ。ぐるぐるバリアー。イエーイ、野菜最上。食い前が届かなかったんだな。絶妙に届かない位置でバリア張ってたんだぞ。ほんとかな。まあ寿命ってところか。ちょっと反撃が甘かったぞ。そのガーキャンプーゴとか上手い人だと食ってきたりするからな。ジャンプしてからワンテンポ遅らせて反撃するやつもいるぞ。惜しい。祖国上だ。副将は相変わらず選択が難しすぎるぞ。まあ空上でもギリギリ回避間に合ってたっぽいけどな。なんだかんだ避けられるのが敵がないぞ。それすんなり決められたらぶっ壊れ間違いなしだぜ。もう一発。値プレッシャー。粘れ粘れ。下辺また値の圧に負けたようだな。普通に復帰しに行ったら空母引っかかるしな。大きなラーメンマン。そもそも無理くりはっきりしてそうなキャラだが、上が安全なら空中に逃げてればいいだけだぞ。いいっすかね。これはかなりきついぜ。あたいバリアやったぜ。開幕やすやすと撃破と。この空中ぐるぐるなかなか使いやすくなったからな。アープデで判定広がったんだってな。おかげで今まで勝てなかった復帰技に差し込めるようになったぞ。今まで割と結構な技に負けてたからな。これで値の復帰阻止に磨きがかかるわけだぞ。けどやっぱ火力高いから油断はできないぜ。そういえばこいつに取り取っても意味がなかったな。外れ。くっそー。グー上運び締め技当てないと火力思ったよりないからな。引き際が肝心だと勉強したぞ。ラッキー。これはでかい。やっぱこれ振り回した方がいいな。だって他の早期バースト事故らせるか即死するしかないからな。それ二つとも不安定すぎるぞ。っていうかキャラによってはまず全く決まらないぞ。畜生だから横スマ振り回すんだぜ。いいぞ。損壊したからこれは当たらないと。早く横に飛ばして落としてやりたいぞ。まあお相手も3つと目だし警戒強くすると思うが、伏線を狙い続ける値。ほらここであと一発だぜ。くらえ。お間違えたか。押しちゃった。あなたね、わからでしょうね。お前もやってみろ。事故るぞ。カービィちゃんにそんなのないから必要ないぜ。ちそうねせっかくいい展開だったのによ。今のは相手が検討したぞ。まあ復帰阻止強いって言っても結局2択で終わるって時あるけどな。きっとあの輪っかいい仕事するぞ。早く戻れ。もう焦るな焦るな。一応年年の空したまあまあのメテオだからな。このダメージならさすがに大丈夫だと思うぞ。じゃあースメガボルト振り回してくるぜ。やめろ。味を占めるんじゃない。まだ上にいれば安全なのは相当でかいぜ。くらえ。食い前が一発入って、全然届かんぞ。割と余裕で耐えられたな。死ぬだろ。あ、抜けてねえし、なんで抜けねえのよ。絶妙にバーストまで届かん。3度目の正直だぜ。これはやったぜ。さすがに3回目で倒すとダーキャンシャトル連打するの結構怖いんだぞ。相当マシになったとはいえな。もう1体も倒すぞ。ここで年々キラーの立場を固めれば相当楽になるぜ。バグ修正に加えて新キャラメタに及びだぞ。よかったな。メタナイトだけにってね。あ、うん。ああ、そうかい。たまに出てくるからさ。魚の餌にしまうぞ、この野郎。けどこいつと細かく近づけないぞ。さっきもビーム食らってたぜ。っていうかリングの MD と言ったらアーム伸ばす人じゃなさそうだぜ。けど復帰するのはみんな一緒だからな。その通り。もう一発くらえ。残念。くっそー。チャンス温存してたからそこら辺もちゃんと読まないと。チャンスでワンテンポ枯れると割と難しいんだよな。別にリーチや早く動けるわけじゃないか。それ。当然のように20度は稼ぐな。この弱は値が信頼をつかず少ない技だぞ。うわ、またこれ入っただろ。35% ぐらい入ったぜ今。よーし、値最強。やっと復帰阻止が決まると。この当て方もっと早く当てたかったけどな。復帰阻止も真横には飛ばないことだぜ。もう一度くらえ。だから火力高いってそれ。 OP がかかっても全く気にならない火力だぞ。さっきの 35% も思いっきりかかってあの火力だからな。キル回数増やせば問題ないということだな。ちげえよ。危ねえ。もう一回復帰阻止だぜ。プレッシャー値。おい、畜生、こいつジャンプの使いどころがうまいぞ。そこ一目損なってたら普通に火力で押し切られるぜ。とりあえずこれで押し出す。ガラキだ。イエーイ、値最強。やっ
ストスマッシュ攻撃は好きがでかいぜ。さっさと回避やスマッシュ打てば楽になるんだぞ。逆に強攻撃とかきっちり使いこなされたら厄介そうだぜ。回避をリテイク値途中運ぶだけでも展開かなり良さそうだが、キャーすアップね。ちくしょう、今の絶対当たっただろ。いい加減にしろ。さっきの暴れクーエヌでは割とバースが仕掛けたぜ。これがあるからクーエ運びも安心できないんだぞ。特にそれ知ってるやつは回避より暴れカウンター狙ってくるからな。普通にそれで死ぬから怖い。ここでもう一突きだぜ。あたいバリアー崖受けに、もうジャンプないぜ。回避来い回避。終わってた。回避するぐらいならワンチャン届くのを狙うってか。これであたいの復帰阻止プレッシャーは相当なものだって証明されたな。で本当に対面勝率いいのか。10人ぐらいとしたけど1人に2敗したぐらいだぞ。あ、それはかなり高いな。ビップ安定層で戦闘力10万ぐらい違った。下分1つよだぞ。てか面々でそこまで行くの早くね。